はい。おはようございます。超易太郎です。まあね、この手の話、うん。わいせつ事件、不同意成功、不同意わいせつ、男性加害の場合は、本当に毎回毎回同じような説明をしていかなきゃいけないんですね。あの、男性側の意見だと思う。ね。抵抗できただろう。やって言えただろう。ね。 そんなことされたな、あそこを噛みちぎればいい。勝手にいいかと言うんですけども、本当に、まずここをなだめて、わからせてから話をしないと進まないっていうね。また今回も同じようなことになってきてるんですが、ね。まあ、それはそうとして、今回は特殊事案なのは、ロケバスということなんです。ロケバス。えー、状況がわかってきました。ここからはあくまでも想像ね。うん。 想像ということで、えー、いろんな情報が分かってきたことを整理して、おそらくこういうことではなかったのかな、ということで、推測をまじめ交えて、えて話をします。ね。まあ、ジャングルポケット、斎藤さんの件です。ロケバスが2台という話になっています。都内新宿区でのロケということなんで、スタッフ出演者とも現地集合であったと思われる。 一台はスタッフ用。一台は出、出る人、出演、出、出演者用ですよね。そうそう、三名ですね、えー。メインの女性の芸能人の方。で、斉藤さん。で、被害に遭われた方ですよね。で、食リポロケということなんで、お店で出演者と撮影します。その後、インサート撮りというのがあると。このインサート撮りとは、 お店の外観を撮ったり、えー、箸でラーメンを持ち上げるシーンを撮ったりという、よくテレビで見るシーンということです。その時に、出演者は必要ないです。バスで待機したということでしょう。おそらくその時なんかではないか、その時。ね。要は、スタッフはもうみんなお店に行ってる。ね、この、インサート撮りなんで、 出る人は関係ないんで、そこでバスにいたんじゃないか。だから誰もバスにはいない。こういう状況ですね。だから通常のロケっていうか、まあ、あの、この食リポなんでこういう隙が生まれるっていうことですね。その後、料理をスタッフが食べたり、運転手の人も誘われたりすることがある。ね。 で、運転手さんもお店に行っていたんじゃないかというふうに推測される。撮影だけでも30分以上はかかるんで、ひょっとしたらもっと長いかもしれません。場合によってはですね。だから、そのことだったら、そういうことなら芸能人の人でロケをしたことはわかるんじゃないかと。えー、テレビ出演のコメンテーターの方でも、いや、でもロケではって言ってるけど、まあ、いろんなロケがあるので、ね、そういったことが、 理解できるんじゃないか。出演者用のバスなら誰も乗ってきません。よね当然。で、吉本興業のマネージャーっていうのは芸人掛け持ちの方もいますから、ピンの仕事ならその時は他のメンバーとの仕事でいなかったかもしれない。うん。だから、斎藤容疑者のマネージャーもいなかった可能性もある。おたけさんとか、 あの、他のメンバー、もう一人のメンバーなんかが、車で一人で帰ってるもんね。あれ見てるとね。うん。なんで、二人いるじゃないですか。あれ見てたら、あの、帰ってるもんね。うん。うん。だマネージャーがいてっていうことではない可能性もある。うん。で、被害者の方も、あの、マネージャーがいるような形。なんか、インフルエンサーっていう風なあれもありますから、 まだね、若手のっていうことだと思います。ね。だからマネージャーはいなかったんじゃないか。もう私だって、もう一人で行くときが多いですもん。もめんどくさいもん。うん。ね。なんかすげえめんどくさい撮影とかってなら、誰かというか思いますけど、一人で行くときは多いですもん。うん。場所によっては。 私みたい、まあ、あちょっと違うか。私らちょっと特殊なんで、なんとも、人がいないとどうにもならないこともありますから、あの、顔を見られちゃいけないっていうところから行くとね。うん。じゃ、見られてもいいけど、別に、その、なんか値打ちつけてるわけじゃなくて、あの、見せていい場合と悪い場合があるんでね。うん。で、目の前にバスは止められないので、ロケバスが映らないように少しと離れたところに撮影するので余計でしょうね。うん。 そうすると交通量の少ないところで見にくい。見えにくい。うん。だからこういうと,ところから考えると、その隙があったとか、もう何回かやってるうちにその間でっていうことなんだけど、うん。まあだから、職場でそういうことをやろうとする感覚、まあ、してや、女性の方の人は頑張ってこれやらなきゃいけないと、そんなことは思ってないところでそういう行為をされたときに、やっぱりびっくりすると思うんですよね。 うん。で、初めてのとこって言うと、やっぱり、私でも意見言いにくいですよ、正直言うと。2回、3回だってこうした方がいいんじゃないですか、これこうなんじゃないですかってわかるけど、最初はやっぱり私も黙って聞いとこうと思いますもん。本当に。あの、進行だって分かってるようで分かってないんで、今何やってるか分かってないんで、正直言うと。うん。自分のイベントだってわかんないですもん。 あのー、楽屋なんかい、い、いると、椅子出てっていいんだみたいな。うん。椅子、ま、周りで何やってるんだって分かんないですから、正直言うと。うん。本当に。ね、うん、まあ、そういうようなこともあるもんですから、これね。もう大きな事件にはなっちゃってるんで、ただこれ不思議なことに、本人、シャバにいるんですよね。こういうことも見よう聞こうと思ったら聞けるっていう状況ですよね。 いやあ、いろんな意味でね。うん。うん、やっぱり、どうしても我慢でき、だから、こういう時っていつも思うじゃないですか。なんかすごい、うん。下半身の、すごい、こういう人って、もう我慢できないのに、もう我慢せざるを得ないでしょこういう時になったら。どうしてんのかなうん、だって出歩くわけにはいかないもんね、もう、今。すっげえイライラするんだろうね。 病気なのかなその、ほんと、ほ、そういう意味じゃなくて、本当に精神的な何か疾患みたいなことだったら、まあもう、ここでね、かわいそうとか言えなそんなこと言ったら、あの、変態みんなの話になっちゃうもんな。変態とか変質者だね。だって制御できないのもね、女性見てる。うわーってなっちゃうのもな。これは恐ろしいことだと思います。はい。